はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、皆様、ジェネレイドというデッキご存知でしょうか。この、まあ、O と書いてジェネレイドって読むんですけども、このテーマね、これ、今回ちょっと初めて触ってみたんですけども、めちゃくちゃ楽しいですね。このテーマ。これね、いいところ結構いくつかあるんですけども、いいところ先に説明すると、まずですね、展開がめっちゃ簡単。あんまり難しいルートとかないんですよ。だから難しいルートとかないから覚えることがあんまなくて、で、しかも強い。ちゃんと。で、何が強いかっていうと、このね、フィールド魔法がマジで強いんですよね。ジェネレードステージっていう。これが何するかっていう話なんですが、あのね、ちょっとね、展開がこの時結構遅くて、このフィールド魔法頼りになってくるんで、まあ今のこの、なんかルーンメタルためにのコズミックサイクロンがめっちゃ流行ってるとか、あ、ちなみにウララもめっちゃ効くんで、ウララコズミックサイクロンが流行ってる環境で、このカード、なんか意外とその、活動まで通してくれるかっていうと怪しいところはあるんですけども、まあ一応ねそれケアするためになんか墓穴とかね、まあ神戦とか入ってるんで、まあそういう系のカードでなんかそのジェネレートステージを止めてくるようなカードはまあ無効にしていきたいと思ってます。でジェネレートステージがじゃあ何するかっていうと、これ一旦に一度相手がデッキからカードを手札に加えた場合にデッキからそのジェネレートモンスターを守備表示で特殊召喚できます。でさらに相手ランに自分がジェネレートモンスターの特殊召喚成功すると自分のフィールドにジェネレートトークンを可能な限り、攻撃表示で特殊召喚できるということで、まあ簡単に言うと、ジェネレートステージ貼っといて相手のドローフェーズが来れば、相手がドローフェーズでカードを手札に加えるんで、そうすると、デッキからジェネレートモンスター特殊召喚しながらトークンが4体出るっていう、なんかその、1枚から5枚のカードを製造するっていうガチでやばいことが起きるんですね。これが、まあジェネレートのいいところですね。はい。1枚が5枚になると。で、さらにですね、この、ジェネレートモンスターがじゃあ何するかっていうと、これ全部がですね、上級のレベル9のモンスターになっていて、まあ昔はね、VFD とかいたんでめちゃくちゃ強かったと思うんですけども、まあ今はね、正直エンタープラゼニルとか、ハイペルトンとかぐらいしかいなくて、なんかそんなにパワー高くないんですけど、あのね、今後ね、ジェネレート強化くるんですよ。だからそのためにも作ったっていうのがあるんだけど、今後強化される、こと確定しているテーマなんで、もしよかったらこの動画見てね、気に入った方はぜひ組んでいただきたいと思ってるんですけども、ジェネレードモンスターっていうのは王がねレベル9なんですよね。あ、ちなみにこのロプトルっていうのが一応まあその歌詞みたいな感じで、こいつがなんか全部のジェネレードになれるっていう効果があるんですね。こいつ自分相手のメインフェーズにこいつをリリースするとジェネレードをデッキから出せるよと、レベル9ので、レベル9のジェネレードが全部王になっていて、王はね、フィールド上に1体しか存在できないっていう、同じ名前の王は。っていう効果になっていて、マルデルは、召喚特殊召喚成功時にジェネレードカードを手札に加える。はい。まあ、これで、なんかそのジェネレードステージとかね、持ってこれる感じですね。で、ヘルは、フィールド上のジェネレードか、アンデッド族をリリースすると、自分の墓地のジェネレードを、特殊召喚できるっていうことで、まあ、1回使ったね、マルデルとかを特殊召喚してレベル9、2体並べて、ランク9みたいにつながっていくことができると。で、ウート・ガルザは、ジェネレードモンスターか岩石族を2体リリースするとフィールドのカードを、対象取って除外する。これ、相手なんでも発動できますんでね。ウート・ガルザ出せば相手のカードを除外するっていう、まあ、ミラジェイド、劣化版ミラジェイドみたいなことができますよ。で、まあ、ちなみに魔法トラップカードもまあ除外できるから、劣化版でもねえか。魔法トラップも除外できるんで、まあ、なんかその一丁言ったんですよ。はい。で、トトロキのジェネレードハールさんが一番強くて、まあ、こいつを基本的には出していくんだけど、こいつは一旦一度ドローフェーズ以外でデッキから相手がカードを手札に加えると一応判別ができると。相手は自身の手札がフィールドのモンスターでもいいんだけどを、墓地を組んないといけないっていう効果があるから、まあ、これ相手が選んじゃうから、まあ、確定で送られるっていうデメリットはあるんだけど、一応1枚カードを減らすことができると。でさらに、3番目の効果がめっちゃ強くて、魔法トラップモンスターの効果が発動すると自分のフィールドのジェネレートモンスターか魔法使い族を、2体リレーすると、無効にして破壊できる発動をという、まあ、この基本的にそのジェネレートステージを張ってハールを出すと何でも無効が1回飛ばせるっていうね。でしかもなんか攻守3000っていうクソでけえモンスターが立つんで、なんか意外と場持ちもいいということで、まあ、こいつを出していくことが一番多いですね。はい。で展開力そんなないんで、ジェネレードのデッキはこのステージ張って、まあ、徐々にモンスターを横に並べていくみたいな感じのデッキになるんですね。でその展開力のなさをカバーしてあげるのが、このジェネレードバトルっていうカード。これは自分のデッキ墓地からジェネレードフィールド魔法を、発動してその後相手はデッキから1枚ドローするっていう効果があるんで、一応あこちらのターン1ついてないんですよ。これジェネレードステージの、効果が一応2の、効果一旦に一度しか使用できないと書いてあるんだけど、
このトークンを出すっていう効果ね、この1の効果が、単一ないから、だから一応ジェネレートバトルの効果を発動してあげると、ステージ1体目で、ハール出して、で2回目のバトルの効果で出してきたステージで、ウードガルザー出てくるみたいなことができるんで、まあ、一応トークンまだ残ってますから、こういう感じで、まあ、どんどん、横にレベル9を並べていくっていう動きができるんで、まあ、これが一応展開力を補助してあげるカードかなと。で、ちょっと遅いデッキなんでね、結構ね、そんなそのモンスターで死亡ごぼうが構えるみたいなデッキじゃないんで、まあ、トラップカードをいっぱい、詰めて、デッキパワーをちょっと上げていくというか、まあ、正直ですね、このデッキ、何と組み合わせてもいいんですよね。ぶっちゃけ。なんか、ここだけで成立するから。フィールドワーフォーとこのレベル9だけで成立するから、結構スロットが余るんですよ。なんで、まあ、今回はドローソースと罠入ってますけど、なんか別にここ、例えば召喚獣とか入れてもいいと思うし、まあ、ちょっとジェネレートと被るけどね、ロプトルと召喚剣が。まあ、ここなんでもいいと思う。なんか何でも組み合わせられるから、ここのフィールドワーフォーのギミックと、何か特殊召喚系のデッキとかとは相性がいいかもしれないから、まあ、そういうのと組み合わせてもらっても構わないですね。はい。まあ、ちょっと動かし方は結構独特で楽しいんで、動画ご覧いただきましょう。デュエル、スタンバイ。ジェネレードとかいうデッキ初めて使ってるんですけど、このデッキ楽しいですね。めちゃくちゃなんか結構強い、使ってる感じなんか割とね、やってること結構強くて楽しいです。これちゃんとなんだろうな、現代遊戯王って感じがして、ちょっと展開遅いですけどね、ミッドレンジ型みたいな感じなんで、ちょっと展開遅いんですけど、まあ割とって感じかな。で強欲で謙虚な壺を発動。まあちょっとこのね、ジェネレートステージっていうカードがうららめっちゃ踏むんですよ。なんでこれはね、うららをケアできるガンマを持ってきた方がいいと思います。まあ多分持ってたら打ってると思うんだけど、合金にだから合金入ってるんだけど、さすがに、まあ、ちょっとうららをケアしてガンマ持ってきて、でこう見えてるガンマあるから相手も割とうらら打ちづらいっていう話ある。でセット勝てんのかな。でですね、ジェネレートステージの効果は、相手がドローをするとデッキから、ジェネレード、相手がデッキからカードを手札に加えるとデッキからジェネレード出しながら、ジェネレードが出てくると、相手ターンでトークンが出る効果ですね。はい、これ裏打たれるとやばいんですよ。で、トドロゲのジェネレーダーハールさん出して、でこれでジェネレートステージの効果、トークンがめっちゃ出ると。でハールさんは、効果無効ですね。何でも、効果発動無効、まあ、魔法トラップモンスターの効果の発動を無効にして破壊する、コストは、ジェネレードモンスター2体か、魔法使い族モンスターを、リリースする。あー、エンディミオンわかんねんだよね、わかんないんすよね。これ発動無効にした方がいいのかな、これ。あ、でもわかんねえ、これ発動無効のがよかったな。わかんねえや、もうこのデッキどこ止めていいか全くわからん。ちょっと発動無効にした方がよかった説あるの。これ発動無効にしたら、ね、エクストラティいかねえもんな。いや、ここで無効にすんなら発動無効した方がよかったな。じゃあこのデッキどこ止めていいか誰か教えてください。わかりません。自分で使ったことないデッキは一体どこを止めていいのか全くわかりません。残り手札5枚もあんのやばいだろう。あ、でもこれナリキンコブリこっから発動してるからあれだな。ちょっと待って、ちょっとさ、どれか1枚さ、お前手札加えたろ。ちょ、お前どれか1枚墓地送れ。ハールさんとこ謎の効果ね。あ、これ相手が選んじゃうんで、まあ、ちょっとアドバンテージになっちゃうこともあるんですけど、一応エンディミオンは墓地送られてもなんかあんま効果発動するカードないと思うから、チキンですね。はい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 。いや、これ意外とあと4枚。いや、これなんとかなんじゃねえか。これこっから動いてると多分弱いだろ。エンディミオンってさ、なんかスケール張ってからさ、魔法カード発動していくから、どんどん、まあ、カウンターが溜まるからさ、意外とこれ、結構相手きついんじゃない？発禁で。ハールはもういいよ、どうでも。ハールは結構どうでもいい。今もう効果ないから、もうほぼ。バニアみたいなもんだ。魔力統括、いいだろう。エンディミオンカード持ってこれる、いいだろう。それが強いっていう話は、なんか聞きましたけどね。そのカードが強いっていう話は僕さすがに聞いたことあります。なんかそれを止めた方が良かった説ある。テラフォーミング、なるほど。テラフォーミングからのチキンレース、いや、これやばいか。チキンレースもう1枚貼られて、でチキンレースでもう1ドローされて、で、あのスケールの効果でなんかあれだよね、もう1体出てくるんだよ確か。はい、でスケール貼られて、
で出てくる、はい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 、でこれデッキからなんか出てき、一緒になんか自分とデッキからモンスター出すとか意味不明なぶっ壊れ方があるんだよな。でエンデミオンから出てきて、でも出てくる、オッケー。いやこれ意味わかんねえだろ、やってること。これ意味わかんねえだろこれこの効果ぶっ壊すぎだろ。バトル、あー耐えたか、耐えたか。これ3000超えらなくないで、3000実は結構横3000高いですかね、打点。まあこのトークは別にいいですわ。こんなものはエンドフェーズでどうせ死ぬんで、まあ、こんなものは結構どうでもよくて、これワンチャン耐えてる説イズあるな。それは破壊されるとなんかあるんですか。あ、置かれんだ、なるほどね。これでペン P 召喚だろ、ペンデラム召喚やつきついね。また妨害が魔法族の里、キモいねキモいね、バリキモいね、バリキモい、バリキモいな。魔法カードは使えない。まあでも一応ジェネレイドはもう発動されてるからあんま関係なくて、こいつが一旦時の魔法トラップカードの効果を発動したときにフィールドのマルカウントと、置かれてるカードを手で申しながら無効にすると。ていうかそもそもこいつ魔法使いじゃん、マジか、やべえ。これ魔法トラップカード発動できるわ。あ、魔法トラップカードというか魔法カード発動できるわ。トドロキのジェネレーターがいるから。なるほど。でも結局これ合金は意味ねえな。じゃあ殴りまーす何にも発動せずに殴りまーす。君どいてくれる。はい、ありがとう。来たわ、来た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 。お前はなんかあんのか。こいつは何なんだよ。マルカードが置かれたこのカードが選択された場合で、1から通常魔法カードを1枚手札に加える。キモ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 キ、ふざけんなよ。冥王結界や強すぎ、笑った。まあでも神線で見込んできんだそれ。セットして、まあ合金活動できないか。いや、まあハール、これ結構強いですね多分。これね、これ、また相手がカードを手札に加えたので、ジェネレードステージの効果発動して、デッキからジェネレードを、特殊召喚できるよという効果が発動して、ここで第2の王、ウートガルザを特殊召喚し、そして、ジェネレードステージの効果によりトークンがめちゃくちゃ生まれる。ピロン、ピロン、ピロン。そして、ウートガルザの効果を発動。フィールドのジェネレイドモンスターをリリースすることにより、相手のカードをめっちゃ除外していく。めっちゃ除外。ちょっともうお前、消えろ。よし、来た。冥王結界派と何か。つまり、亀仙とハールでなんとかなる。ここは冥王結界派召喚。マジックビーストジャッカル。ダメー。で、相手反動。名誉結界派積んだら、はい、ダメー耐えたー。あー、ガンマ組んでなんとかして、この上級モンスターめちゃくちゃ組んでやる手札に。これ上級モンスターをね処理する手段がイグルン。いや絶対無理、絶対無理、全然無理。はい、サイクリームギアガンマいきまーす。はい、飛んでいきましょう。向こうにして破壊。これ無効にして破壊結構強いか。はい、でドライバー特殊化しながら相手の発動した効果を無効にして破壊。バコン、オッケー、ナイス。これね、上級のジェネレイドをね手札からね、なんかその捨てながら出せるみたいなモンスターがなんかそのうち来るらしいんだよね、新規で。まだ来ないんだけど、マスターデュエルには。それからロプトル来た。いやー、これどうしよっかな。ロプトルから行くしかないのか。どうしよっかな、もうクソもねえわ。ジェネレイドシャドウ、ロプトルを召喚。バトルフェイズ、謎のこのロプトルビートが始まるぜ。さあ、ロプトルでぶん殴って1500ライフを受けてもらう。で、メイン2でですね、ロプトル効果発動、自分をリリースするとデッキからジェネレイドを出せるという効果。ここがさ、なんかその手札に来たジェネレイドめっちゃ腐るんですよね。これがなんかその新規モンスターで開脚するっていうことらしいんだけども、これがないとなんかそのクソかさばるからで手札の上級、これがな解決札なんか早くくれって感じだよな。でジェネレイドクエストを発動。
ジェネレードクエストの効果によって、手札の上級モンスターをデッキに戻して、なんかあのジェネレード魔法トラップカードを2枚サーチできるというサイトカード、これで、真のジェネレードヘルとかいうモンスターを戻しまして、で、ステージとこれ両方通らずに当てられましたね。これ無限捕虜とかエフェクトベアラーとかめっちゃきついですね。普通にあれにあのマルデル、マルデルとかはね植物族だから、なんかセリオンズとかとも相性が良かったりなんかするとかいう話らしいよ。で、神の宣告と、バトルとトラップトリックをセットして、これさすがに強い。これはまあさすがに強い。フアンダリーズか。これフアンダリーズ結構これ神戦とこれハール結構強いんじゃないかな。で、ジェネレードステージの効果、相手がカードを発、手札に加えるとデッキからジェネレードモンスターを特殊召喚できる。トドロキのジェネレーターハール特殊召喚。さあこいつはちなみに何でも無効の効果を持っているぜ。何でも発動無効の最強効果を持っている。でトークンがいっぱい出る。ピンピンピン。あ、ちなみにマルデル君は何もしません。あのサーチした後何も仕事ありませんので、ただのレベル9です。はい、ただ単にレベル9。これ結構ね、強欲で謙虚な壺、はい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 、まあそれは別にいっか。まあ持ってきたカードを破壊すればいい。イグルンとウララとエンペン、なるほどね。いやまあこれ召喚権潰したら結構きついと思うんだよね。相手神戦結構辛いはずなんだよな。で、あ、エンペン持ってくんだ。火球はいらんと。なるほど。で、ハール効果発動して1枚墓地送って、なんでもいいけど、これ強いよね結構。このハンデス効果ハールがね一番強い。使ってる感じ、ハンデスもあるし無効もあるから、だからまあ1枚で2枚仕事、2回仕事するからめっちゃ強い。まあ打つしかないか。これ多分ね、うまいでしょう。いや火球もさ、ロビーナと旅自宅とかじゃないと無理じゃない。エンペンでロビーナと旅自宅とかじゃないと無理だと思うんだよこれ。もうもはやロビーナ召喚もでもカウンタータップが無理か。でもこれ結構無理だぞ相手、結構無理。これ神の宣告とかいう方強すぎて多分これ結構きついと思う。あ、どっかでしょ。だからこれ召喚も無効すればいいから、こんなもんな。ほら召喚無効よ。ほら召喚無効。よし来た。きついだろもうこれ。召喚剣使った。これだから地図メインフェーズ終了前来たー来たー来たー。名前までいいか。バトルバトルやめて。キッコーだけやめて。こうやめろ。キッコーマジで聞いてないぞ。ちょかちょかちょかやめて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 やめで、これで、そうですね、これワンキル取れるんですか。6500ワンキル取れるのか。いけるわこれ。ジェネレートバトルしてんだ。バトルして、で、デッキからジェネレードステージ貼る。で、貼って相手カード加えたから、チェーン1ジェネレードステージ効果でデッキからジェネレードと守備表示で特殊召喚する効果、これウララケアね。で、ジェネレードハールの効果によって、相手がカードを手札に加えたからハンデス、お前手札に加えたな1枚捨てろっていう、自作自演行為ですね。 DD クロー。いいですよ、刺さりません別に。 DD クローはあの墓地はまず活用しないテーマなんで。大丈夫かお前、そんな、なんか、反動雑に使ったら、お前、これ、またこれ、あれだと墓地置くんだぞ、お前、1枚。ライザーか、なるほど。相手、上級モンスターめっちゃ固まってたんだ。で、ジェネレイド、ロプトルからの、自身リリースして、で、デッキからジェネレイド出す。これ、かなりテクニカルで楽しいですよね、これ。どうですか？結構面白くないですか、このデッキ。2200。ここまで来たらね、さすがにこんだけ並ぶんだけど、ここまでもう上級モンスター並べるのめちゃくちゃ時間かかるっていうね。対戦ありがとうございました。
これ的ね、あんまりね、なんか難しいルートとかないから、なんか結構簡単だからね、おすすめ。まあちょっとこういう反応はさすがにきついか。ドラグマパニッシュメントでヌトス砲を撃つことができたら一応モンスター触りに行けるかもしれないが、まあ合金によるか。トップシェア、やばい、やばいカード入ってるな。お互いに確認して、これネタデッキ選手権でしか使われないと言われてるカードだな。ありやんな。なるほど。え、マジっすか。何を置いてもいいんですか。まあこれステージですね。はい、さすがにステージ引いてで合金打って成金ゴブリンで1枚ドロー。うまいな。なるほど、トップシェアで実質サーチみたいなのか。で、アリアンナ効果で、誰、あー、クックロックね。セットしたトラップカードが発動、そのターンで発動できるようにするみたいなやつでしょ。はいはい、チェーンマテリアル、やば、ゲロヤバカードを発動してるけど、やばい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 、これデッキのモンスター、何これ、うわマテリアルゲートはやばい。これ伝説のコンボが見れるかもしれません。これそういうことか、これラビリンスでこれ強化されてた、これエリクシーラ、うわー終わったこれ何が起きてるか説明すると、チェーンマテリアルっていうカードが発動されると、デッキの中のモンスターも融合サインできるっていう効果があるんですよ。ドラフトカードなんですけど、でフュージョンゲートっていうのが単一ついてなくて融合できるんですけど、素材を除外するんですね。でエリクシーラは融合召喚に成功したときに、除外されてるカードを敵に戻すっていう効果がありまして、これ無限にエリクシーラが出てくるんですよ。これこうするとなんかその何が起きるかっていうと、イダテン、はい、まあこれはですね、まあ相手やろうとしてるとは、まあちょっと出てくるのいますか。これスーパー卑猥なモンスター出たー出たー、これが無限回繰り返されることが確定しました。何回出すHe won't.